世界中のスター・ウォーズファン、待望です。マンダロリアンシーズン2の配信が先週の金曜日からスタートしました。えー、それを記念してですね、今週2日、4日、5日、3日間にわたってお届けするのが、What is the Mandalorian? はい。 え、自他ともに認めるスターウォーズのコアファンである三人のアーティストの方をお迎えして。マンダロリアンの魅力を日替わりで語り尽くしていただく三日間なのですが。そうなんです。サシャさん、私まだマンダロリアン、全く見てないんですけど、はい、大丈夫ですか?。全く問題ございません。はあ。ええ。あの、いろんなシリーズとかもありますけど、まだシーズンワンが終わって、シーズンツーが始まったばっかりですから。うん、キャッチアップは簡単にできますから、ね。わかりました。しかも八話しかないんで、大丈夫です。シーズン今から行きますね。全然行けます。えー、スターウォーズ初の実写シリーズなんですよね。うん、今まで、あの。 テレビは全部アニメだったんです CG も含めて、はい、だけど実写の、えー、ドラマシーズンってのはこれ初めて、えー、でその映像なんですけどもうねはっきり言って映画クオリティいやそれ以上かもしれない予告見るだけでもね 映画みたいですよねすその予算もかかってるし、うんえー、本当に素晴らしい映像で,でもちろんそれはあの映像が素晴らしいだけじゃなくてドラマとしても素晴らしくてアメリカテレビ界のアカデミー賞と言われるエミー賞ね、はいまあ、ドラマの最高賞ですけどドラマ部門最高賞を含む15ノミネートで7部門受賞しています,すいそうあの「スター・ウォーズ」の作品がこれだけ受賞するっていうのは本当にすごいことなんですけど<ー>、えー、で話としては賞金稼ぎの「マンダロリアン」えー、まああの スター・ウォーズに出てくるですね、ボバ・フェットとかジャンゴ・フェットと言われている、えー、人たちと同じような格好をしているんですけども、はいえー、そのマンダロリアンが主人公になっていて、で、フォースの力を秘めた子供、ザ・チャイルド。これあの、ヨーダと同じ種族なんだけど、まあ、赤ちゃん。でも赤ちゃんなんだけど、えー、50歳って設定です。<laughs> あのヨーダがね死ぬ時900歳ぐらいだったんであまあ確かにまあちょっと年の進み方が違うということで赤ちゃんだけど五十歳、はい、なのでザ・チャイルドという名前になってますが、はい、の、えー、冒険を描いたストーリーになっていますはい基礎情報はこのぐらいにしておきましょうここから先はこの方と一緒に魅力を語り合います M フロータク高橋さんですこんにちはこんにちはスターウォーズファンのタク高橋ですよろしくお願いしますお願いしますまあ我々もスターウォーズでつながってるのもんですからね <laughs> そうですねフォースは濃いですよああ そうですね、ミディクロリアンチは低いですけど、僕もです。意味わかんない、ね、スターウォーズタブー用語です。タブ用語。ファン、ファンタブー用語。はい、あの、はい、一応、そのミディクロリアンの値が高いと、フォースも強いってことになってます。これは検索してください。他の話がいっぱいあるんで。そうですね。ええ、さあ、たくさん、去年配信されたシーズンワン、ご覧になってましたけれども、改めて、どんな、は印象でした。 あのまずこれ良いところにつながるんですけどとん、はい、まな、あ、が「スター・ウォーズ」ファンを喜ばせるとんまなだなってい、はい、あのあのあれあるんですよ「スター・ウォーズ」ファンの中で、はい、あのその色の出し方とかで、うん、JJ エブラムスの出し方が好きじゃない人がいたりとか、うん、逆に JJ はその過去のファンもしっかりとすくい上げてるっていう人もいたりとか、うん、で JJ は割と明るめなんですよね。 9でちょっと補正しましたけど、うん、あの7の時ちょっと明るすぎたなっていうふうになって、うん、その後、うん あのローグワンが出てローグワンはみんな好きなのやっぱあのトンバナがちょっと昔のスター・ウォーズのトンバナに近いちょっと暗いんですよでマンダロリアンも割と暗めに撮ってるっていうところがすごくいいところではないんでしょうかなるほどまず最初は全体の色から、うん、色結構大事なんですよスター・ウォーズって、ね、色味ね<ー>うん色味すごい大事なんですよねちょっとマットな色味ですよねルーカスって、うん、そうそうあんまり明るくないんですよねそれをえまず色で あと CG 使ってあのすごくリアルにあのマットな感じを出してるなっていう。と、うん、いうところでございます。うん、じゃあそんなくさんにはですね「マンダロリアンのここが好きここにはまった」というポイントを3つ挙げていただきたいと思いますが、うんうん、1個挙げますよね、はい、まずは色を色,色味ですね。はい、まず1つ目は色、うん なるほど、えー、改めてあの色味って、うん、そのどういういところを見るんですかやっぱりあのあれですよねあのあのオリジナルシリーズ456、うん、にどれくらい近いかっていうとこだと思いますそこでやっぱトンバナ決まってるんで、うんまあ、逆に123は明るめですよね考えてみたらね同じルーカスでもね CG を使ってまあ多分 CG が暗くなると分かりにくいっていうのもあったのかな、うん、でそれの中間がねやっぱり789なんじゃないかなって おなるほど。うん、色ってなんか印象を与える色。 印象が変わるんですかなんかやっぱりその「スター・ウォーズ」の世界っていい感じってのはすごい大事なんですよね <laughs> まあまあまあ小汚いというかそれがいい味というかそのごめんなさい小汚いってい言葉があんまり良くなかったんですけど例えばメカとかが汚れてるとかそのえとウェザリングっていうプラモデルでの世界で言うんですけどそういうちょっとなんか汚れた感じそのミリタリー感がすごい求められてんじゃないかなと思うんですよね。<う>かっこいいでででですねあのそれままの作品であんまり みんな金ぴかが多くてうん、うん、ルーカスが初めてこうなんか何度も使用してるっていう感じは出てますね、うん、それが色合いにも出てると、うん、なんかそういうの好きな人にはたまらないんじゃないでしょうか、うんうん、じゃあ続いて2つ目は 2>, 2つ目は音楽ですかね音楽ね、うん、あの今までのののスターーウォーズそのその,その 映画シリーズもそうですし、はい、あとアニメシリーズ、うん、僕、全部見てるんですけど、はい、あのその中で一番も全く違ったタイプの音楽を入れてきている、うん、ですごいウェスタンみたいな雰囲気、ね、あとウェスタンだったり、そのネイティブアメリカンだったりとかの、そういうなんか民族系の音楽で、ちょっと、でまあ、実際、ウェスタンを作ろうとしてるんだと思うんですよ、この作品って。まあかなり西西部部劇劇でですすよよねね感があるん そこですごい音楽がマッチしてるなっていうところがすごい好きですね。全体で使われてる音楽があるんですか。ありますね。まずオープニングがすごい、なんかそういう、なんか。あの楽器がね、ちょっと独特な楽器です。何度も歌いたくなっちゃう。あの楽器から、あの楽器はどうですか。ミュージシャンとしても。いや、あのいい音だと思うんですけど、まあ、僕は使わないと思います。が使わないんですか。M フローでは。ヘムフローでもソロでもあんま使う。なんか、さうん、さ 働えるときは使うかもしれないですけど、<laughs> うん、まあそういう感じの音ですね。うん、キャッチの音が初めにもある。うん、うん、そうですね。スター・ウォーズってジョン・イリアムスの音楽の印象がすごく強いじゃないですか。まあ、そうですよね。じゃじゃんって感じです。それ知ってます？もちろんですよ。スター・ウォーズあの全部見てはいますよ。全部見られてます今回マンダロリアンの前までは全部あのこれまでのシリーズはすべて見てますけ。なるほど。マンダロリアンは、はい、確か設定がその三四あや四五六などの六と、はい ののの間くらいのタイミングとか6の直後ですねその帝国が敗れたっ、はい、とに賞金稼ぎがどういう要はその情勢がどうなっているのか、はい、残党がどうなっているのか、うん、それでもともと反乱軍っていう人たちがそれで勝つじゃないですか、はい、彼らがあの政権取っている社会ってどういうふうになってるのかっていうところで、うん、あのしのぎを。 削ってる人たちの話なんですよね。まあ徐々にそのいきなりだから抵抗が破れてもすぐにガラッとまあ世の中変わったわけじゃなくて徐々に移行してるその中ですよ、ねうん、なんか残党がいるみたいな、ね。うんうん、ああまだ平和にはなりきれてないぐらいの。うん、あのその音楽なんですけどあのまあどうしてもジョーあのジョーウィリアムズに印象は強いんですけど今回はそのスウェーデン人のルドビック・ゴランソンさんっていう人が作ってるんですけどね。はいはいなるほど。えーうん、この人がまあ割と若手の人で、うん、ずっとこもって。うんうん であの実はディズニープラスで今回の「マンダロリアンのメイキング」っていうのも配信されてるんですけど、うん、僕ねメイキング見てないんですよ。それもうねぜひ見てください本当に映像の作り方からこの音楽のこのルドウィック・ゴランソンさんにフィーチャーした1話もあってずっとこもって曲作って、うん、あのホーンと楽器にたどり着くまでの話とかも出てくるんですよ。うんえー、結構葛藤があったんでもいきなり「スター・ウォーズ」を新しくやれって言われてもね悩みますよね。 どうするたくさんだったら俺？あ<れ>うん。なんか考えない。考えない。あ <laughs>、うん、思い立った降ってくるものをやる。うん。うん。っていうかもうあのもう自分の D.N.A. にもうミディカルイが入ってるんで低いとはいえちゃんと数値はあるからね。<laughs> うん。うん <laughs> <laughs> できちゃゃうんじなないかな<ー>どうしてもこれまでのこうイメージを引きずっちゃいそうな気はしますけどああでもフォース使っちゃえば大丈夫大丈夫ですか、うん、<laughs> あなたはこの曲が好きになるっていうの、うん、それでフォースで新しい流れを持ってくるっていう、うんうんうん、なんかそういう意味では「スター・ウォーズ」の世界とでその西部劇の音とかを混ぜて、はい、すごくあのなんだろうな え重厚感があるんだよね。うん、今回のでもね、スター・ウォーズの音楽やるってね、結構ねプレッシャーあるんですよね。うん、あのやっぱりその今までのその。 ファンたちが多いので、はい、もう「スター・ウォーズ」はこういうもんだっていうふうに、ん、思う人たちがいるんで、うん、いらっしゃるんで、うん、まあそこはやっぱりすごいプレッシャーだったんじゃないかなって僕は思いますね彼にとってね、うん、でも音楽はすごく良かった、うん、すごいいいと思いますね僕ねうん、うん、なるほどこれがシーズン2ではどういうふうにまた新しい音楽がね加わっていくのが楽しみですけどねでは3つ目いきましょう3つ目は、えっと、キャラクターたちが本名名名前がない<ー>名前がない だってマンダロリアンはマンダロリアンじゃないですか。マンドーとは言われてるけど、なんかだか種類の名前、属の名前。サシャさんはドイツっつってる感じ。そう人種ですもん。ドイツ人でしたっけ？ドイツですよ。ド日本みたいなよう、よう、よう日本、ようドイみたいな。マンドーね。省略してマンダロリアンマンドーって言われますそういう感じ。ザチャイルドだしね。あ、た。 具体的な主人公がいたりするわけじゃない。そうファンたちはベビーヨーダって呼んでるんですよ。でも正式名称はザチャイルドなんですよね。そもそもベビーヨーダなわけないと僕は思ってるんですよ。だってあの種族がまあ今までヨーダの種族ってヨーダしか出てこなかったんです。ああともう一人います。あそうか女性の人がそうだ。でほとんど出てこなかった。で種族名もよくわからない。種族名が設定されてないの。そう。あヨダはヨーダでしかなかったですよね。だからこれねもう勝手な予測なんですけど、ヨーダって種族じゃないんじゃないかな まあ、まあその女の人はどうなのかちょっともともとね出てきたけどでもヨーダって実はフォースの塊なんじゃないかなってもうそういう星とかも別にないと、うん、ヨーダみたいな人たちがいる星もないかもしれないと「いザ・チャイルド」っていう名前でしょ、うん、宇宙の子供なんじゃないかな、うん、おお<ー>って僕思っちゃったんですよね名前聞いてじゃあそのザ・チャイルドを賞金稼ぎの 材料としてシーズン1で手に、うん、まあ運ぶ任務から愛着が湧いてっちゃったわけですけど、うん、それをどうなっていくんですか、うん、今ギさんがね今ポカーンって顔してますよあのザ・チャイルドが謎ですよね,ねヨーダのちっちゃい赤ちゃんみたいな子ですよね、はいはい、見た目はそうなんですよねそ,、うん、そのねそのマンダロリアンっていう賞金稼ぎの方があの あれなんですね帝国側に雇われるんですよね最初ねそでそれででも帝国に渡そうと思ったけどやっぱ渡さねえって一緒にあれですよ「こずれ狼みたいな「ダーチャイルドオッチャみたいなあれ「こずれ狼も実際に設定のモチーフになってるっていうのはあのメイキングで言ってます言ってた俺もう見た時これ「こずれ狼入ってんな」と思ったんだよね「こずれ狼なんですってモチーフの一つがこずれ狼知ってますれ狼 じゃん。<laughs> 分からない。結構その <laughs>、はい、昭和にすごくヒットした <laughs>、はい、あの時代劇なんですよ。はい、日本のあの何ウバグルマっていうからね。そう子供連れてなんかそういうが浪人侍みたいな人がいろんな場所に旅にするっていう,はい、はい、うまさに一緒なんですよね、はい、設定がね。うんうん、あ日本のそう。 物語から話が言ってるんですね、うんまあ、そもそも「スター・ウォーズ」自体すごい日本からの、ね、影響っていっぱい受けていて、はい、今回もそういったモチーフが入ってたってことですね。と、えー、いうことルーカスが最初に「スター・ウォーズ」作った時も「隠し撮りでの3ふに」っというこれはの、えー、黒澤監督の作品を一つモチーフに、うん、ビングにしてるんですけど今回も、まあ、そういう流れで「えー、スター・ウォーズ」へのリスペクトを兼ねて。 もう込めてってことだと思うんだけどまあね偶然決まったことかもしれないですしねわかんないですけどでもそれは可能性ありますねでもモチーフだっていうのはもう公式に言われてるってことですねじゃあ言ってましたなるほどそうなんですよだからそのキャラクターに名前がない戻りますけど名前がないことはなぜがいいんですかなななんんんかか面面白白いいいいじゃ単純に謎が多新新し斬だって 確かにだって、アグナットの人も名前ないっしょ、確かないよね、あとはアグナットって、人種でしか書かれてないでしょ。で、みんな人種書いてあるでしょ、でいてあるでしょ、描いてあるだよ。そうですね、ザ・チャイルドって、そもそも人種名も言ってないひょっとしたら、ルーカス・フィルムチームが、まだちょっと名前決めらんねえな、間に合わないから、ザ・チャイルドにしよっかって言ってるかもしれないし、なんか意味があるかもしれないし、あと、あと、明らかにされちゃうと、そこがなんかビッグネタ証しになるから言えてないかもしれないし。俺のフォースが なんか当たってたらどうしよう、うん、実は宇宙の子だったっていう、うん、であるかも種族じゃなくてヨうダもなんかフォースの塊で、うん、でもあのアボちゃんがどうなのかなっていう問題が出てくるよねももう一人生まれれたかもしれない、ね、<laughs> 徐々に明かされていくのでシーズン1ではまだ謎が残る状態っていうことなんですね、うん、あのワンはなんかいい感じで切りのあのいい終わり方してます、うん、いいか、でも続くんだけど いいなんかうわーって、まあ、どまあどっちみちも2始まってるからそのままバッて見られるんだけど、うん、あのたまにあるじゃないですかクリフハンガーって言って次のシーズンまでうわーどうしようとね。っ、うん、てない、うん、待てないのがもう本当にひどい待てない状況たまにあるんですよ <laughs>、はい、もう超続くっていうのは <laughs>、はい、これまあ続くしちょっといい感じでっっいったん締めくくりはあったという。 あの一つ完結してるけど次もわくわくさせるっていうね、うん、ところで、えー、終わったんですけどその、えー、先週からスタートした『マンダルニアン』シーズン 2, 2>、うんえー、期待することここが気になる。が出てくるところって言われてるんですよね,ね噂だけどね、うん、僕あのスター・ウォーズ一番好きなキャラクターがアソーカっていうキャラクターなんですよアナ・キン・スカイウォーカーの弟子で,、はい、でずっとアナ・キンについてたんですけど、はい、最後結局時代をやめちゃうんですよ。はい アニメシリーズ出てくるキャラクターなんです今までで二刀流なんですよ彼女そうかっこいいの二個持ってますよね日本で使ってで「レベルズ」っていう作品で本人途中から出演するんですけどそこでめちゃくちゃ活躍するのとあと最後に出た「クローンウォーズ」の途中でちょっと「知り切りとみたいな終わっちゃってたんですけどシーズン7最後にちゃんとエピソード3の「ピソードウォー にががる話が出る話出んでですすスーーーウォーズのの映画のエピソード3ですね,ですねちょうどあのクローンたちが、まあ、あのパルパティンの命令によって、まあ、それまでジェダイガーについてたのは、まあ、あの全く手のひら返しするわけですけど、うん、オーダー66っていうそこと同時並行でそその起こるんですよねその映画で語られなかった裏側の話というか同時進行のところが、うん、あのそのアニメシリーズでねそのクローンウォーズで、うん、めちゃくちゃクローンウォーズ面白いんですよ、はい、でそこであそカから辞めた後、はい 活躍するるシーンもあるし松岡がめちゃくちゃかっこいいんですよそうっていうかっこいいキャラがいて、うん、そのキャラがひょっとしたらシーズン2にまた出てくるんじゃないかっていうのがかなりいい。 で、その声優やってる、やれてる方もめちゃくちゃ麻生かっぽいんですけど、彼女が配役されてないっていうので、ファンの人たちはちょっと物議をかましてたんだけど、そこは一体どうなるのかっていうまだ噂の段階でわかんないんですよね。楽しみです。えほかに気になるところありますか注目するところとか。とにかくめちゃくちゃ麻生かファンなんで、とにかく麻生かなのに出てほしいと。出てほしい な <laughs> んでて <laughs> でも出たら今までは要するに実写の麻生タノっていなかったわけですよ全部そのさっき言ってくれたクローンウォーズあと,、えー、とレベルズは反乱者たちとそ,そもそもね僕,僕の麻生会について話していいですかどうぞあの、はい、エピソードないんで僕号泣したのは、はいはい、みんないろんな人たち今までの歴代時代たちが声を出すシーンがあるの、はいはい、その中に麻生家の声が入ってるんですよええ あの最後にねレイがあのパルバジに戦うときに起き上がれっていう時の声にいろんなようだとかいろんな歴代のジェダイの声が入る中にえアニメシリーズにしか出てこなかった阿松カタノがちゃんと声をかけてレイにフォースを与える位置になってるんですよね。うううもうそれが嬉しくて嬉しくてっていうくらい僕阿松カ好きなんでー、えー、その阿松カがひょっとすると。 まあ要するに実在というかアニメじゃない、うん、え実物として見られる可能性もあるかもしれない。だっったらいいなっていなてう、うん、とあとはそうですね、あのーまあ、全然その2の僕、あのー、トレーラーとかまだ見てなくて、うん、実はまだエピソード1も 1> うん、うん、それこそ今日はまあエ,ピソあのエピソード1というか今日、はい、シーズン1の話をするってお聞きしたんでシーズン2まだ見られてないんですけど今日帰ってみますがもちろん。はい あのそうですね、そのシーズン1で1回だけその x ウィングが出てきたんですけど、はい、もうちょっと目が出たら嬉しいなーってタイファイターっぽいのも出たしねシーズン1で、うん、あと、x ウィングもね、うん、あの爆撃しに行くシーンがあったし、うん、やっぱそういう時上がりますよね。うん、やっぱね男子たちっていう,こう盛り上がりの戦闘のシーンっていうのも。うんというかなんか繋がるものが見たいんですよ。繋がるものそのそ 本,本殿と、はい、その例えばその映画シリーズは本殿と呼びましょう、はい、その本殿につながる何かが出てくると嬉しいですね。<ー>そのコネクションね、うん、ファンとしてはそことつなげて考えるんです、ね、そうなんですよ、うんうん、そうなんですよね。あのまた細かくねあの普通のストームトルーパーも出てくれば、はいえっと、あれですよローグワイン出てきたら <laughs> デス,ストルーパーが出てきたりとか <laughs> シーズン1の時にね。<laughs> ね。 ストームトゥルーパーって、はい、そのファンの間で、こいつらなんでこんなに射撃が下手なんだと。その特に4、5、はい、6で突っ込まれてるんですよ。はい、そう。あまりにも当たらないと。あたこれは、半ソロとかみんな全然当たんないじゃんっていうのがファンの間で流行ってたんですよ。ケボ <laughs> すぎるっていうのがね。で、それで <laughs>、マンダロリアンで、はい、あの退屈な時に、あの、 そのなんか射撃,くん射撃でなんか遊んでるんですよ。はい、でそのの射撃の時も下手なんですよ <laughs> ちゃんとそういうネタが入ってるんよねそう。それはファン心理をくすぐるなんかよくそのちゃんとつながってるんですよね、はいはい、そういったところが面白いなっていうなるほど。うもう映画は完結してしまってるけれども、うん、さらにこうその中のエピソードを思い出させるような内容とかファンの気持ちをまた盛り上げるような内容があるんですね。 あの突っ込まれたとこを逆にネタにしちゃってるとこがずるいんですよね。反応ちゃんとと見てるというか、うん、さらにあのエピソード1の最後ではファンも巻き込んでるんでですすよあれ知ってます、えー、最後にあのストームトルーパーが山ほど出てくるんですけどさすがに映画ほどのプロダクションも作ることできないし今から、うん、あのストームトルーパーの衣装そんなに作るわけにいかないんで、うんうん、501部隊をアメリカ中から呼び寄せて。うんうんうん だからあの最後のストームトルーパーのかなりのメンバーは501部隊といって要するにえっとコスプレしてるファンたちが参加してるもですかもう結構本格的なあのコスプレする人たちなんですよ501部隊ってだから彼らにとっては「スター・ウォーズ」の一部にリアルになるってもうそれだけでも超人生のもう墓まで持ってくプレゼントじゃないですかす,っご,いすっごいねごいその人たちが実は最後の,あのダーッと整列するシーンあるでしょ CG 使ってるのかと思ってた違うんですよへえ<ー>そこは実写なんだそれもメイキングで見れます 超俺、そこで俺なんか泣いちゃいそう。でしょ?。よかったね。って思いながら、俺泣いちゃいそう。自分もスターウォーズの一部になれた。それ、もう、本当、本当、百まで持ってくるとか、本当、ドリームカムトゥルーですね。まさにね、制作人からの、まあ、ファンへのプレゼントですね。まあ、後とも。予算削減もできるし。まあね。いやいや、お金に買えない価値があるから。そうですね。プライスです。その通りです。スターウォーズって、すごいですね。すごいですよ。こんなに話せちゃうんですよ。ね。 まだ話します何でも時間来ちゃいましたんですいませんまたぜひということでございまして今日はタク高橋さんにですねマンダロリアンのおもしいところ気になるところ語っていただきました楽しみ今日見るのまたシーズン2の全部終わったら感想会やりましょうよやりましょうぜひはい「What is the Mandalorian? 今日のゲストは「m f l タク高橋さんでしたありがとうございましたありがとうございます